光造形システムや樹脂の製造販売を行うシーメット株式会社は、第19回設計製造ソリューション展において従来機費2倍の1決め精度及び繰り返し精度を実現したデジタルスキャナー搭載 800mW レーザーを展示しました。これは光造形装置 RM6002 という装置でございます。この装置は3次元 CAD の中のデータをこの装置に送り込んで、この中に紫外線液体の紫外線硬化樹脂というのが入っています。それに紫外線レーザーを当てまして、当たったところだけが固まっていきますので、それを下の層から繰り返して固めていくことによって3次元の立体モデルを作る装置です。この装置は元14、5年前から の技術なんですが、主に自動車業界、家電業界、応援機器業界を中心に導入されていっております。シーメット株式会社はレーザー本体を除いた光硬化性樹脂装置のハードとソフト、またレーザーを振るスキャナーをすべて自社開発しています。また編集用ソフトウェアは実績と使いやすさに定評のあるスープワークスを使用し、ユーザーフレンドリーなのも魅力の一つです。これからこういう光造形装置というのは、特にお客さんのがどのような技術があるのかによる材料の開発、ご提供、これがポイントになると思います。 Digging for News